キャブレターと全部を取り付けました。まあ結構なあれなんだけど、これガソリンが入るところ。そしてここのね、マイナスの部分だけど、これはこの何これなんだっけ、キャブレターの下のタンクでガソリンが入る部分、そのガソリンを抜くやつです。これがドレイン。これで抜いとけばエンジンが、そうね、ずっと倉庫に入っててもガソリンが腐ったり中でしないので、結構考えたもんだと思う。普通だとこれを外して捨てておしまいなんだ。これちょっとやりにくいし、こういうドレインがついてる。こういうの見るの初めてだな。さすが。この会社。すごいですね。よく考えてる。そして、これは、多分、このクランクの中の、負圧じゃなくて、圧力か。ポコポコポコっていうので、これがポンプだと思う。それしか考えられないね。ここから吸って、ここにキャブレターに入っていくと。あれ？こんなん取り付けるの忘れてたな。まあいいや。あとからやりましょう。これはキルスイッチです。ガチン。で、エンジンが止まります。おお、これってキルスイッチ付きということは、あれだな。飛行機と同じだな。さすが。飛行機の会社でもある。